第3章みんなで討論みんなで決定みんなで実践労働組合の組織と運営についてお話をさせていただきます和覚講座を受講している皆さん皆さんは労働組合員でありまた労働組合の役員を担っている方多数おられると思いますどうしたらみんなが参加してくれる労働組合にできるんだ 悩んでででいる方がいいいいるる方がっぱはないでしょうか職場では仕事が忙しくて残業ばかりまともに休みが取れない職場がギスギスしている労働組合の役員から「職場で会議をしましょう」そう言われますけどみんな揃っての会議がなかなか開けない会議ができてもみんな早く帰りたがって意見は出てこないし 愚痴の言い合いになってしまう組合の会議に出ると難しい話がされるしよくわからない面白くないこんな声聞こえるんではないでしょうかそして組合に役員になった人からもいろいろな不満が出されます労働組合の役員をやるといろいろやらなくてはならないのでもう嫌職場の仲間からはいつも不満を言われ 説得やお詫びに回っていいるみたい宣伝行動署名行動に取り組むこと面倒くさいし恥ずかしい土日や夜に会議や行動が組まれて家族と過ごせない家族からブーブー言われる自分のやっていることに自信が持てない夜考えてしまって眠れないことが多い皆さんの労働組合はいかがでしょうか 当たり前だと思うことが通用しない、アあるべき論が幅を利かせる建前ばかりで、実態から出発していない、こうした労働組合になっていませんか。どうすれば楽しい労働組合活動ができるのか、みんな悩んでいます。その打開のヒントをこの3章では学んでいただきたい、そういうふうに思います。それでは、第1節 労働組合の基本的性格についてお話し,します第1章や第2章では労働者と労働組合は憲法と労働法で保障された権利を持っているそのことを学びましたこの第3章はいよいよ日々の実践労働組合の組織と運営がテーマになります、はい、まず第1は労働組合は大衆的な組織ということです 労働者であれば誰でも労働組合に入れます。労働組合は思想信条や信仰性や年齢、国籍、雇用形態、支持政党が違っていても誰でも入れる組織です。労働者の雇用を守る賃金を引き上げる。労働時間を短縮する。福利厚生を充実させる。職場環境を改善する。こうした。 皆さんの共通した要求を実現するために団結する組織それが労働組合です労働組合の主人公は一人一人の労働組合員です一人一人がそれぞれ悩みを持ち要求を持っています一人一人の悩みや愚痴を束ねて要求していくその要求を実現するのが労働組合です労働組合のもう一つの基本的な性格は 労働者階級の組織階級的な組織ということです労働組合の階級的性格は要求実現のために資本と戦う組織だということです要求実現のために会社と団体交渉をしますでも会社との団体交渉で貸し取れる範囲には限界があります要求を実現するためには業界団体や自治体 国にに対すする働きかけが必要になりますそのためには同じ産業や業界で働く労働者や地域で働く労働者との団結した力が必要になります。誰でも入れるという大衆性と戦うという階級性をつなぎ結びつけるものそれが組合民主主義労働組合の民主的運営です。組合民主主義とは 組合員一人一人を主人公にした運営を組合活動のすべてにわたって貫く、本当に大切にしなければならないことは、それはみんなで討論、みんなで決定、みんなで実践することです。組合民主主義を貫くための労働組合の運営原則は、要求に基づく団結、資本からの独立、政党からの独立。 この3つです。この3つを労働組合の基本、3原則と言います。これは全労連の綱領にも謳われています。1番目の要求に基づく団結とは、すでにお話したように、思想、信条、政党、支持の違いを超えて、労働者として一致する要求で団結し、戦うということです。2番目のの資本からの独立とは 労働組合の運営や運動に資本、会社や企業の介入や干渉を許してはならない、労働組合の階級的性格から、労働組合は単なる親睦団体やサークルではなく、資本から独立した自主的、自立的な組織ということです。そして3番目の原則は、政党からの独立ということです。組合員の 政党支持の自由と政治活動の自由を守り保障するということですだからといって労働組合が政治的な運動を主張しないということではありません政党との関係は一つする要求での協力・協働を進めるということが基本です次に労働組合の三つの闘争領域について述べています労働組合の戦いを大きく分ければ 経済闘争政治闘闘争、争そして学習教育宣伝活動となります。経済闘争は皆さんお分かりのように賃金労働条件の改善雇用の安定を目指すこと労働組合の戦いの基本です政治闘争は政治を変えて労働者の暮らしを良くする戦いです今安倍内閣の下で戦争する国づくりが進められようとしています 労働法制や社会保障制度の改悪も進められようとしています労働者として生活できること安定して働くこと憲法と平和民主主義の徹底を求めることそれは労働者の要求実現にとって大事な取り組みになりますそして経済闘争政治闘争を進めていくためには学習教育活動や宣伝活動を欠かすことはできません 労働者一人一人が労働者としての自覚と成長を作り上げる労働者の力である団結を強めるためには労働者同士で話し合い学び合うことがとっても大事です労働組合の活動を組合みんなに知らせるとともに私たちの要求の正当性を広く世論に訴える宣伝活動も重要です それでは第2節労働組合の基本的運営についてお話しします労働者の不満や愚痴は要求の種ですみんなが不満や愚痴を言い合えるような職場の雰囲気これがあることが大切です労働者一人一人の不満や願いをどう改善したらいいかどう解決したらいいかと そういうことを練り上げたものが要求です次に出し合った要求を会社に提出する要求書にまとめます要求書は要求の正当性を労働者の実態や願いに基づくこと同時に権利や制度社会的な水準会社の経営実態などを分析できれば説得力を持つことができますさあ いよいよ交渉です。要求書を提出したら団体交渉です。労働者には自らの雇用と権利を守る手段として団体交渉権があります。その権利を行使するために労働組合という存在があります。団体交渉には労使双方がお互い誠意を持って臨まなくてはなりません。団体交渉では 労働者は要求の切実さと正当性を訴え、使用者には経営状況をしっかり説明させて、お互いに理解と納得が得られるよう努力する場にしていきましょう。<っ>団体交渉が決裂した場合は、ストライキなどの相違行為を背景に、要求の実現を目指すことになります。 労働組合の葬儀など団体行動権は、日本国憲法、労働組合法で保障されています。団体交渉の結果、労使双方で合意し確認したことを文書にまとめます。それが労働協約です。労働協約は、労働契約や就業規則に対して優先的な効力を持ちます。 労働協約は労労働働者がが直接に参加して作り上げるることでできる職場の法律です。労働協約は、体系的に整理されたいわゆる労働協約書それだけが労働協約ではありません賃金だけ休憩時間だけを決めたたった1項目の協定覚書であってもすべて労働協約です 労使間のルールはもちろんのこと、雇用や労働条件に関わる事項は団体交渉で決し、最低限、協約・協定化しておく必要があります。それでは、第3節、産別と地域への結集の重要性についてお話しします。全労連は、炭酸と呼ばれる産業別全国組合と、 地方地域組織で構成されています労働組合が産別と地域に結集する意義について考えてみましょうこれまで見てきたように職場からみんなで要求を出し合いその実現に取り組むのが労働組合ですその要求根拠を正当なものにしていくためには同じ産業や業種職種で働いている人たちが どういう水準にあるのかまた地域で働いている労働者はどういう水準にあるのか把握する必要があります産業別労働組合に結集して同じ産業で働く仲間と交流することで賃金労働条件の改善の仕方いい仕事に通じるスキルアップの方法これらを学び合い励まし合うことができます 労働者の要求は職場での労働条件の改善にとどまらずに生活を取り巻くさまざまな領域にわたっています。これらの解決には企業内だけでなく地域におけるさまざまな業種さまざまな立場の組織や人によって作られる共同の取り組みが必要になります。地域での共闘を前進させて 要求実現の役割を果たすのが全労連に結集している地方・地域組織ローカルセンターと呼ばれています。それでは第4節「仲間増やしが大事」「組織の拡大・強化」についてお話しします。私たち自身の切実な要求を実現するために組織拡大に取り組みます。 組織拡大を通じて多くの労働者と向き合い対話することで成長し合い組織も鍛えられより多くの要求を前進させることができます労働組合を労働者の団結体として機能させていく上で職場・企業単位での関数組織を作り上げることは 徹底してやるにくい目標です。職場内の正規と非正規労働者の未加入労働者との相対話を徹底しましょう既存の労働組合の多くが組織的な先細りの中にあり次世代若い世代の獲得にもがき苦しんでいます無権利状態を犯し雇用と生活を守ろう だからこそ労働組合に入ろうそう呼びかけるわけですがそれでは入りましょう労働組合を作りましょうそういうことが単純になるわけではありませんまたあなたの要求を実現するために労働組合に入りましょうということは正しいのですがもっと踏み込んであなたの力を貸してほしい こういう声かけが大事です。本気になって組織拡大に取り組んでいる組合では、加入者が増えて、次につながって元気になっています。一つ一つの取り組みが、それで終わりではなく、それを循環させて、次にどうつなげていくか、このことが重要です。労働組合の量的な拡大とともに、 質的な強化が求められています労働組合の戦う力の強化は労働組合の団結の強化ですまず組合民主主義の徹底です組合員一人一人が主人公の組合運営みんなで決めてみんなで行動する2つ目には学習教育活動が重要だということです 学習は集団学習と読書、これを基礎に労働者一人一人の労働者階級としての自覚を高めましょうそして3つ目には労働組合活動家の系統的育成に取り組みましょう階層年齢性別それぞれの特有の要求を出し合い行動するために青年部 女性部、パート部などの設置、業種や職種別部会など必要があれば設置を進めましょう。同じ境遇、要求を持つ者同士であれば、共感しながら話もしやすい利点があります。労働者同士の助け合いである教材活動は、労働組合の原点です。労働組合法では、 労働組合が事業をを実施することを当然の集団的な福利制度を担う者として炭酸の共済制度全労連共済があります労働組合の共済事業は労働組合法で労働者の経済的地位の向上を目的とした福利事業として位置づけられ 憲法法条と労働組合法で保障さされれている団結権に基づき運営されます全労連共済もしくは単裁共済の拡大を要求実現の柱の一つに位置づけて組織拡大につなげていきましょうワクワク講座を受講している皆さん職場が元気だということは一人一人の労働者が元気だと いうことです。労働組合がその元気の源です。皆さん元気で楽しい労働組合活動一緒になって進めていこうではありませんか？共に頑張りましょう。